家では、小学低学年のお一個を預かっている。母親が事故で急性し、弟である父親は、仕事で海外のためだ。彼は、今日4月23日が誕生日で朝、登校班で待っている時に、一緒の班の子や親御さんたちから、おめでとうや、後で遊ぼうね、プレゼント持ってくね、など声をかけてもらってた。そしたら、 一人のママが嫌だと笑い出した。信じられない。今日が誕生日死にそう、じゃない私だったら愛する子供の誕生日が、そうならないように。産んであげるのに、あ、だからさっさと死んじゃったんだ。神なんだ。とゲン嫌がった。自分含め、周りもびっくりしたが、何より神と言われたおいっ子の顔が、真っ青になって、 涙がボロボロこぼれ出した。殴ってやろうかと思ったが、それよりも、おいっこの方が心配で、周りの皆さんもおいっ子を守るように、そのままが見えないように壁になってくれたが、ママは、やったー泣くなんて気持ち悪いと、ケラケラ笑ってる。そこで、上級生が、もう行こう。と、おいっこの手を引き、みんなを集めて歩き出した。そしたら、ママが、 うちの王子を置いてくのひどい。と、大騒ぎ。上級生に、遅刻しますから。と言い放たれていたが、なんで、子供ほったらかしで、お前だけ来てんだよと呆れてしまった。その後で、周りの親御さんが抗議してくれたんだが、全く意に介さず、うちが一番若いのが、そんなに気に入らないんですね、と。 さっぱりわけのわからんことばかり言ってて話にならなかった。おいっ子は先ほど帰ってきたが、連絡帳に、給食を食べられませんでした。具合が悪いのでしょうか心配です。と書いてあった。今おいっ子は私の足につかまって寝ている。書き出しても怒りは収まらない。こっちの勝手だが、彼は慣れない土地で一生懸命頑張っているのに、 なんで、こんな目に遭わねばならんのだと、やりきれない。担任の先生と電話だけど、今朝のことを話した。びっくりしてた、そしてすごい心配してくれた。おいは、夕方になって起きてきたので、一緒に、誕生日ケーキを買いに行って。夜に、夫が、新しい自転車と一緒に帰ってきた。前日に、弟からのプレゼントも届いていたので、 3人でパーティーをしたんだが、浮かない感じで痛々しかった。母親を亡くして、ずっと塞ぎ込んでて。最近になって少しだが、笑顔を見せてくれるようになってきたのに。腹立たしくて、やっぱり収まりきれない。夫と風呂に入ってる時に、学校に行きたくないと言ってたそうなので、明日登校班をやめて、車で送るか、休んでもいいかと思っている。少し、 落ち着くことができました。ママとのことは近所のお母さんたちから、発達障害なんじゃないかと疑われてるみたいで付き合いが大変らしい。自分の発言もおかしいと思ってないだろうから、悔しいが、今後一切無視することにした。8月には、息子が帰ってきて一緒に釣り、旅行に行くと言っているので、元気になって、また笑顔を見せてくれたらと思っている。 お湯を守っていきます。